フェリペメロ、フェリペメロデカルバーリョ、1983年8月26日体は、ブラジルリオデジャネイロ州出身のサッカー選手。カンピオナーとブラジレイロセリエ A の SE パルメイラス、所属。ポジションは MF。7歳の時に、地元のサッカースクールに入団し、9歳になると、CR フラメンゴの下部組織に加入した。 攻撃的ミッドフィールダーのポジションで1年先輩の FW ・アドリアーノや同年の DF ・アンドレバーなどと共にプレーした。フォワードとしてプレーすることもあり、13試合で10得点したことがあった。18歳でプロ契約を結び、マリオザガロ監督の下で2001年11月4日のサンパウロ FC でデビューすると、その11日後には初得点を決めた。 2002年シーズンは21試合に出場し、2003年1月には U-20 ブラジル代表として U-20 南米選手権に出場した。彼は幼少時代からフラメンゴの熱烈なファンであったが、この時期にフラメンゴは財政難に陥り、2003年には本人の承諾なしにクルゼーロ EC への移籍が決定した。 攻撃的ミッドフィールダーのポジションにはアレックスなどがいたため、ベンチが定位置だったが、バンデルレールシェンブルゴ監督に率いられたクルゼイドは、2003年に、ブラジル全国選手権、コパド・ブラジル、ミナス・ジェライス州、サッカーリーグの3冠を達成した。2004年シーズンは、グレミオフ・ブパにレンタル移籍したが、やはりベンチが定位置だった。2004年、 リーガイスパニョーラの RCD マジョルカに、レンタル移籍した。シーズン途中に、ラシン・サンタンデールに完全移籍したが、不慣れな左ウィングで起用されたため、思うような活躍はできなかった。2007年、プリメーラ・ディビシオン、一部に昇格したばかりのど、アルメリアに移籍した。ウナイ・エメリ監督の指導の下、ボランチにコンバートされ、2007から08シーズンは8位という、 好成績で終えた。アルメリアでの活躍により、FC、バルセロナやレアルマドリードが興味を持ったと言われているが、2008年、イタリアセリエ A の強豪クラブであるアッコフ、フィオレンティーナに移籍することになった。フィレンツェの街の美しさと移籍前に、フィオレンティーナのホームスタジアムであるアルテミをフランキにて観戦し、その t ォジの熱狂ぶりが、 故郷のブラジルの熱狂を思い起こさせからだと本人は語っている。フィオレンティーナ遺跡後はすぐにレギュラーポジションを獲得した。2009年2月10日に行われたタイイタリア代表との親善試合に代表初招集セレソンデビュー戦を飾った。その後に行われたワールドカップ南米予選のタイペルー戦では代表初得点を決めている。その得点は ハーフウェイライン付近でボールをカットし、そのまま一人でドリブルで駆け上がりゴールを決めというものであった。コンフェデレーションズカップ南アフリカ大会ではレギュラーとして出場し、グループリーグのアメリカ戦では先制点を挙げるなど優勝に貢献した。2009年7月、移籍金2050万ユーロでユベントス FC に移籍した実質的にはマルコ・マルキオンにとの交換トレード。 しかし、高額な遺跡金に見合う活躍はできず、最も期待外れだった選手に贈られる、ビドーネ道路を受賞した。2010年には 2010FIFA ワールドカップのブラジル代表に選出され、4試合に出場。7月2日に開催された、準々決勝、オランダ戦において、ロビーニョの先制ゴールをアシストしたが、後半8分に、 ベスレースナイデルのクロスへの対応で飛び出したジュリオ・セイザルと交錯。同点ゴールを許すミスをした上、28分にはアリエン・ロッペンを踏みつけて退場処分を受けた。この失態はブラジル国内で猛烈に批判され、帰国時には空港でサポーターからバリ増減を浴びせられる事態になった。年月にガラタサライ s k に万ユーロで レンタル遺跡1300万ユーロでの買取オプション付き、プレイオフを含む36試合に出場し12ゴールを挙げ、ガラタサライの4シーズンぶりのリーグ優勝に貢献した。しかし、ガラタサライは買取オプションを行使せず、ユベントスと交渉の結果、レンタル料175万ユーロ、650万ユーロの買取オプション付きという条件で引き続き、 バラタサライに、レンタル移籍することが決まった。2012年11月24日のエラズースポル、戦では1点リードの後半44分に、ペナルティエリア内で、相手選手を倒し退場となった GK、フェルナンド・ムスレラに代わって、急遽 GK を任されると、相手の PK を止めて、勝利の立役者となった。2013年7月16日、 ユベントスからガラタサライに完全一席。移籍金は375万ユーロ。契約は3年間。2015年夏、インテルミラノからオファーが届き、一時はガラタサライと契約を延長するなどを交渉は難航したが、移籍史上最終日に土壇場でアレックス・テレスラと共に移籍が決定した。2015年9月24日のエラス。 ベローナ戦でインテルでの初得点を挙げた。12月22日の SS ラツヨ戦で、ルーカス・ビリアとの競り合いで右足を高く上げ、相手の右肩にかかとを落としする形でファールを犯して、レッドカードで一発退場となり、その後3試合の出場停止処分を課された。2017年1月8日、SE、パルメーラスへ3年契約で移籍した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。